はい、どうもゆたです。今回はちょっと VAB の燃費をちょっと測ろうっていうことで、普段ちょっと燃費悪いんですけど、僕まあ5とか言っても6とかぐらいですね。でちょっと最高燃費っていうのをどのぐらい出るのかっていうのをちょっと測っていきたいんで、ちょっととりあえず今ガソスタにいるんで、ちょっと満タン法で測ろうと思うんで、とりあえず満タンにします。ガチャって言ったとこでちょっと止めます。はいはい、入れてきました。27.20 リッターで、早く140円入りました。3808円です。今満タンですね。で154キロ走って、見えるかな、 MFD 上だと 6.5 なんですよ。でエンジンオーバーホールしてから683キロで、燃費が6キロという悪さ。今エンジン鳴らし中で結構回さないで3000以下には抑えて走ってるんですけど、まあ使用環境とかによってだと思うんですけど、燃費がとにかく悪いです。で A はちょっとオーバーホールしてからなんで、 B をちょっとリセットします。でこれでちょっと走っていって、ちょっと今回は首都高でまあ80キロぐらいで巡航して、ちょっと燃費を測っていきたいと思います。はーい、ほんじゃあね、ちょっとこれから首都高に乗っていきます。ですね。
最短の値段で一応乗れるんですよ、首都高は。でそうすると300いくらで、上限だと1000いくらだと思うんですけど、まあでも港未来から乗って横浜公園で降りて家まで帰るのしんどいんで、帰りは仮場まで行っちゃって僕はいつも降りるんですけど、それでも港未来から仮場までなんで正直めちゃ安いっす。500いくらかなっていうぐらい安いんで、そうだからね、こっちの横浜方面から乗らない人、都内の方だといっぱい入り口あるんで、すごいその料金別っていうのがやりやすいんですけど、こっちの方だともう降りるところ決められちゃってるんで、大体みんな保土ヶ谷バイパスとか行きたいと思うんで、横浜新道とかってなると最安料金で行きたいっていうのはちょっと500いくらが限界なんでっていう感じです。いや曇ってきたな、ちょっとしょうがない、エアコンつけます。燃費チャレンジだけど、ちょっと曇ったら危ないんで、ちょっとエアコンつけさせてもらいます。そうで本題の燃費で、僕いつも通勤が、まあ、10キロちょいぐらいで、で普通にもう市街地走ってるんでめちゃくちゃ踏むわけじゃないんですけど、そんなにトロトロ走ってるって性格でもないんで、僕そんなに燃費良くないんですけど、まあ6ぐらいかな、 MFD 上で 6. いくつとかなんで、実燃費で測ると大体マイナス1ぐらいいくじゃないですか。なんでやっぱ実燃費でいうと5とか6なんですよ。で大体満タン入れて300キロ走るか走んないか、300キロ前後なんで、まあ60リッタータンクだとして、まあ、ランプついて入れてからだと50ちょいぐらいだとして、50ちょいリッターだとして300だとしたら5630で、まあ、6キロなんですよ実燃費が。それぐらいなんですよね。皆さん、逆にこれ皆さんの燃費が知りたい。あの普段の遠出して、なんかその燃費がめちゃくちゃいい 最高記録っていうのも知りたいんですけど、普段どんな感じで使ってて燃費がどのぐらいなのかちょっと知りたいね。ただいまベイブリッジ。そう燃費ね、2リッターターボっていっぱい、まあ、あると思うんですけど、シビックとか、まあ、ゴルフ R とかねあると思うんですけど、 WRX って2リッターターボで比べると、他の車種の2リッターターボと比べるとパワーもないし燃費も悪いし壊れるっていうのはちょっと語弊があるかもしれないけど、まあ、アルミブロックだし弱いよね。燃費ゴルフ R なんかと比べちゃうとなんか全然だよね。あと A45 とかね、もう400超えちゃってんじゃん馬力。リッターターボ界でこう比較するとちょっとやっぱ一線劣ってるというか、ちょっと残念だね。その水平対向っていう、まあ、低重心だとかっていう、そういうメリットしかそれだけだよね。運動性能
あ別にこの車好きで乗ってるからそれが嫌だとかっていうわけじゃないんだけど、ちょっともうちょっと経済的だったら嬉しいなっていう、そういう気持ちがありますよね。はい。そう、燃費の話、燃費の話してたんだね。燃費は普段6で、僕の最高燃費は滋賀県に、関西の方、まあ、京都とか大阪とか旅行に行った時に1回だけ出たのが14キロっていうのが出て、リッター、その時はもう初めて10超えるってまずないんで、僕あとオドメーターあるじゃないですか、 MFD で僕 6.6 なんですよ。 6.6 より少ない人います？ VAB 乗ってる方で。ちょっと燃費悪いランキング1位になれる自信があるんだよね、ちょっと全然誇らしくないんだけど、6.6 より低いですよっていう方いたらコメントください。はい、っていう感じで今13キロ走りましたけど、燃費が MFD 上だと 9.7 です。80キロでずっと走ってんの、これしんどいね。あとそう、シート交換の動画見てくれた人、あの僕のタマさんは無事です。タマさんの方はあのいいポジションが見つかって、あとはこのシートにちょっと慣れたっていうのもあって、タマさんの方は元気にやっております子孫繁栄にも問題ありません。はい、あとは相手を探すのみです。はいという感じで、あとシートの方はね、あの慣れると結構まあ全然問題なくて、でね、唯一その腰の横の骨がちょっと横に気持ち当たるんで、まだ長距離乗ってないんでわかんないんですけど、まあ、長距離乗ってみてこの後どう乗り心地が体に変化があるかっていう感じですね。はい、とりあえずちょっとこのまま燃費記録を伸ばしていきたいんですけど、でこんなただ走るだけって無駄じゃないですか、燃費を知りたいとはいえ。もう僕もエンジンブローをして今エンジン鳴らし中なんで、ちょっとまあこういうことやってるんですけど、普段だったら絶対やんないっすこんなちんたら走ってずっとガソリンを使い続けるというね。まあこの車に乗ってる空間だけでまあ幸せっちゃ幸せで楽しいんですけど、ちょっとさすがにずっとこうやって乗ってるのも退屈は退屈ですよね。ということでちょっとある程度まで行ったらもう一回動画つけます。多分休憩もちょっと挟むんで、とりあえず一旦こんなもんで、ちょっとおさらばです。はい、ちょっと音楽を聴きながら、ちょっとまだまだガソリン減るまで長いと思うんで一旦切ります。はい、今ねちょっと142キロ走って
て、メモリもこんな感じで、燃費は 12.9 です。はい、いやーこれ今1時間半ぐらいは走ったのかな。で一メモリってことはこれやばいね。今11時44分でこれそう何時間かかんのみたいなね。ちょっとやばいね。ちょっとまだまだでもね、全然もう燃費伸びない。もうちょっと頑張ってみます。はーい、はい。時刻は午前2時22分。いやーもう眠い。ダメだ、朝5時半からね起きて仕事して夜に今これを撮ってるんですけど眠い。今ね319キロ走って半分ぐらいだね。で燃費が MFD のやつが 13.1 で、さっき 13.2 まで行ったんですけど、もう全然これ以上伸びない。でね、下がったからコンマ1もう無理です。諦めます。もう眠いから帰ります。事故る。で最後ちょっと高速降りて、ガソリン入れて、でその入れた量と走行距離で計算して燃費を割り出していきます。はい、ガソスタへ行きます。はい、ちょっとね周りが明るくなってると思うんですけど、昨日帰りにガソリン入れようと思ったら、入れようと思ってたところがなんかもう閉まっちゃってて、3時ぐらいだったんで、でちょっと今起きて昼間に入れてます。でまあコールドスタートとかもしてるんでちょっと燃費落ちてると思うんで、そこを考慮してちょっといただきたいんですけど、 31.48リッターで360キロ走った。MFD だと 12.7 まで落ちちゃってますね。多分 13.1 だったと思うんで、ちょっと計算してみましょうか。はい、でね今360キロ割る31リッターでちょっと満タン法でやったんですけど、実燃費が 11.6、 MFD で 12.7 って出てるんですけど 1.1 低いんですね。やっぱりやっぱその MFD 上で出てる燃費より実燃費はだいたい1キロリッター少ないっていうやっぱり結果ですね。はい、ということでちょっとまあ時速80キロぐらいでだいたい平均を360キロ走ってみた燃費、実燃費っていうのは 11.6 っていうことになりました。でちょっとまあいろいろガソスタ来るまでにまあコールドスタートや待ち乗りしてるんで、まあ12ぐらいでもいいのかなって思うんですけど、はい、僕の VAB の場合のまあ結果ですね。いろいろまあエンジンオイルとかハイグリップタイヤっていうまあ条件があるんで、普通の方よりもしかしたらね燃費悪いかもしれないんですけど、一応はい、まあ一人の一台の実例としてだいたいまあ12ぐらいにしときますか、実燃費っていう結果です。はい、っていう感じで今回はちょっとね以上になりますんで、はい、ありがとうございます。